終末時計がついに最短に。古賀信明。元連合会長。公益社団法人国際経済労働研究所。会長。地球が滅亡するまでの残り時間を示す終末時計の時刻がついに最短の残り90秒となった。この時計は1947年に当時の米国とソ連の核兵器競争の危険性を警告するため、 米国の原子力科学社会法によって作られた。初年度は残り7分であり、以降、地球の危険状態に警告を発してきた。人類最後の日まで最も長かった残り17分は、冷戦が終焉して、ソ連が崩壊し、核軍縮の機運が高まった1991年だ。同志の科学・安全保障委員会での議論を経て、その時刻の修正を毎年一度行っている。 1989年からは、核兵器の脅威のみならず、気候変動による地球環境や生命科学の負の側面による脅威なども考慮して、決定されている。1月下旬、科学・安全保障委員会の一員で、メリーランド大学のスティーブ・フェター教授は会見で、核兵器のリスクは、主にロシアによるウクライナ侵攻により明確に増加した。事故や間違い、 誤算が意図しない激化につながりかねないと指摘した。ロシアのウクライナ侵攻から2月で1年が経過するが、終結の兆しもなく、戦闘の長期化が避けられない見通しとなっている。ウクライナが主権国家としての存続の危機にさらされ、多くの人々の生命が奪われている。国連憲章や国際法の明確な違反であり、ウクライナの主権も無視した、あからさまな侵略行為に他ならない。 二度の対戦を経て作り上げてきた国際秩序を根底から揺るがす上軌を逸した蛮行であり断じて容認することはできない。しかもこれは米欧とロシアの勢力圏の争いではなく国際社会が認識すべきは世界にとって共通の脅威であるということだ。世界の分断を浮き彫りにし国際社会は東西冷戦終焉後最も深刻な危機に直面している。 大国による露骨な暴力行為を制御できなければ、法と、ルールに依拠する、国際秩序は保てず、民主主義を著しく後退させる危機に陥る。世界秩序の将来は、ウクライナ危機への対応にかかっている。1月下旬には、米国、英国とドイツがウクライナに、主力戦車を供与することを決定した。ドイツは、世界最強戦車と言われる、レオパルト2。 ドイツ製を保有する欧州各国にも提供することを認めた言うまでもなくロシアの違法な侵略に終止符を打つための支援だしかし一方では NATO 北大西洋条約機構の武器供与による支援の強化はロシアとの戦闘を激化させ犠牲者を増大させることは否定できない国際社会の結束により停戦の糸口を探る外交努力がさらに重要である G7 議長国と国連安保理の非常任理事国となった日本の役割の発揮を期待したい。